どうもこんにちは。こんにちは、はい。本日もですね、前回に引き続き、はい、ダブルス練習をやっていこうと思います。はい、前回時間の都合によりできなかったハーフウェッジ、グランドマスターを2人合わせてクリアするというやつをですね、やっていこうと思います。前のクリカンとかに比べるといけそうな雰囲気を、いや、地面からすると感じる。クリケットカウントアップ650点っていうやつと、ハーフウェッジ、切られないって見ると、もうやばいじゃん。するじゃん。あの、クリカンはミスってもごまかせる。確かにね。ハーフウェッジは前の運動ミスれないっていうプレッシャーがあるんで、内容的にはハーフウェッジの方が楽そうに見えるけど、こっちの方がきついです。きついか。ちなみにグラマスのハーフウェッジを一人プレイで何回かやったんですけど、はい、結構できない。そう、結構できないので、ですね、グラマスハーフウェッジの内容の方はちょっとテロップで補足しておきます。こんな内容のものをやるっていうのはブルがきついです。あ、3本以上3本入れないと3本入れたらノーカットなんで、じゃあパットは必須ですね。じゃあパットを必須、インブル必須、必須だね。です。さすがにこれは反応優先ではやらないでおきましょう。あ、OK です。はい、ということでダブルス練習のグラマスハーフウェッジをやっていこうと思います。順番9ラウンド目にブルが回ってくるから、まあそこは俺がやりましょう。しまます、やりたかねえけど。よし、じゃあ行きます。素晴らしい。よし、ナイス。 OKOKOK。 よし、トリプル一発入れちゃえばいいんだよ。そう、3カウントで切られる。強い、その最後の一歩に入れるのは強いですね。シングルシングルアワーめっちゃやるんだよ。よくやるよ。すごい。よし、OK。これは一回やろう。うん、一本入る。OK。よっしゃ。はい、ノーマーク。はい、これ消してやりますもん。そのレベルでもいい。そうだね。とかもう一回切られたらダメだもん。そう、一回切られたらダメだもん。はい、アウト。これ一本目シングル外した時の心細い。やばいね。そうね。キープでいいっちゃいいから。そう、トリプルを入れなきゃいけなくなっちゃう。
しそっち行ったかよし確実にだけど分かる、19トレより19ダブル結構狙いやすいから狙いやすい19苦手だからなんだかんだやっぱダブル率が高いからね分かる、でかいもんでかいから、本当シンプルですよね気持ち的にはあー、よかった、いい戦略じゃないのしかも、ここここしっかり受けきついから、ね、どこか一回やってみる流れで
って最後のグル全く入る気じゃないもうこの展開の俺無理どうぞ2本目終わってうわっていう雰囲気出したけど3本目外れるなって思い返したいつも流れて俺外すの思ったので俺も外すと思ってめっちゃ外すと成長だ成長すごいいつも大体ってこずるということで、ダブルス練習やってみたという動画でした。はい、皆さんもですね、オープントーナメントとかですね今後開催される機会があると思いますので、こういう風な感じでダブルスで練習してみる見てみてはと思います。ぜひぜひおすすめです。楽しいんで。楽しかった、はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。それではバイバイ。